ドクター・オズショーはアメリカをはじめ140カ国で放送されている健康情報トーク番組2009年9月14日放送開始。司会はコロンビア大学心臓外科教授のマホメット・オズ医師。またタイトルをザ・ドクター・オズショーと称する場合もある。この番組は1986年から2011年まで 放送され、オプラ・ウィンフリーが司会を務めていた、オプラ・ウィンフリー賞の1コーナーから独立されたもので、あり、最初の4シーズンは、レートナイト・ウィズ、デイビッド・レター・マニア、レートナイト・ウィズ、コナン・オブライエンで使用されていた、ニューヨーク・ NBC ・スタジオ 6A ・スタジオで収録されていたが、第5シーズン以降は、マンハッタンのアッパーウェスト・サイドにある ABC、テレビジョンセンターで収録されている。 内容は、アメリカで人気のドクター・オズが、健康と医療にまつわる話題を人々にわかりやすく伝える。その裏で、調査チーム、医療チームや美術チームなど総勢150人以上のスタッフと、共に、オズ自らが企画に携わり、彼を中心に制作されている。日本では、健康バラエティドクター、オズショーとして、2012年3月から D-Life で放送されている。 2012年3月17日27時から先行放送として初放送された。ありがとうございます。